左足の動きです。ワンエンドツー、ここで変化球、見逃しの三振。セットバッター高部を打ち取りました。見逃しの三振です。落としてきました。お見事、147キロのスプリットでした。立ち上がり素晴らしいピッチングでした。山本由伸が3人で打ち取っています。今度はインコース、ストレート詰まらせました。詰まった当たりの内野フライです。ファースト中川楽天、センター後方、距離はどうか、かなり大きな当たりですが、ここまでですか。セントス曲げてきました。縦に曲がってくるカーブでした。今日3つ目です。さあ2からサードライナーでした。ダブルプレイ打ち込みました。レフト方向への当たりですが、伸びはここまで。ランナーはタッチアップの姿勢を見せます。少し長めに持って、変化球強い当たり、うまくさばいた。胸一塁へ投げて、ワンバンド送球は間に合いました。セント2落としました。空振りの三振。トーズゲームは5回です。外、見逃しの三振。今日5つ目の三振を奪い取りました。カーブ、見逃しの三振。今日6つ目連続三振です。3連続三振中、これで4連続三振を奪い取っています。外、見逃し三振。ここも糸を引くようなストレートでした。150キロ、同点のチャンス。ワイド2、サードゴロ、胸が落ち着いてさばいて一塁送球。これで2アウト、ランナー2塁と変わります。センド2、変化球バットの先、さあ打ち取ったか、胸が一塁に送ります。3アウト、2者残塁。ここもピンチを出しました。スリーツー、ストレート、バット折れて詰まった当たり、待ってさばいて一塁送球。曲げてきました。空振り三振。スライダーですね、打ち上げました。右中間方向、ライトかセンターか、ライト、ボール2、セカンドゴロ、ゲッツー取れるか、4、6、そして一塁に送ってゲッツー取りました。強制のピッチを出しました。うまく打ち取りました。1対0変わりません。さすがはエース山本由伸、8回を投げ終えました。1対0。